田中さんのプレーも見たいんですけど、はい、ほう、わかりました。前回の放送では鹿児島ユナイテッドカフェの田中さんに教えてもらいながら、ルイレ2019に初挑戦した英徳、一番弱い設定のコンピューターと対戦し0対0の引き分け、初心者にしては上出来の結果でした。ゴールの前行って、ゴールの前行って、ゴールの前行って、はい、行くよ、はい、行くよ、先輩に行きますよ、はい、シュート。はい、今回のテゲテゲーミングは特別コーチ田中さんと協力プレー、初ゴールを決められるのか。来年の茨城国体文化プログラムで開かれる都道府県対抗の e スポーツ選手権、その鹿児島代表を目指し V イレ2019に挑戦する英徳。さあ今から田中さんと協力プレーですけれども、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これここに光がそれぞれあるじゃないですか、はい、あります。英徳さんは青の三角が出るの で、それが自分ってことです、はいはい、僕は黄色が出るので、はい、黄色に向かってパス出してくれたら僕がそれを動かすと。わかりました。大丈夫かな。いきます。ではキックオフ。あ、私からなんだ。そうですね。英徳と田中さんは協力プレーでチームはバルセロナを使います。相手は前回と同じ一番弱い設定のコンピューター、チームはリバプールです。切り替えて切り替えて、そう、パスちょうだいパスちょうだい、いいパス、いいパス、いいパス、すいません。センタリング上げますよ、センタリング。どういうことどういうこと。ね、ボールにタイミング合わせてね、四角押してください。いいですか。わかりました。四角、あー惜しい。ごめんなさい。わかりました。今のがセンタリングとシュートです、はい、僕が出したのがセンタリングっていうパス で、はい、でシュートはさっきの四角ね、タイミング合えばあれゴール決まりますから。わかりました、はい、ゴール決めましょう、はい、ちょうだい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 、いきますよ。僕にください。僕にください。よしよし。で、ゴールの前行って、ゴールの前行って、ゴールの前行って。はい、行くよ、はい、行くよ、先輩に行きますよ。シュート。はい、シュート。やったー。やったー。決まった。やった。やった。すごい。どうですか、今の気持ちは。うわ、嬉しい。やった。喜びを共有できるって嬉しい。やった。すごい。ちょっと見ましょうかね、プレイ、はい、ここでいい位置につけてますね。さんがこうしてからのシュート。何回見てもいい。もう一回見ましょうか。もう一回見ました。はい、ここからセンタリングを上げてのトラップしてのシュート。すごい。いや、綺麗に決まりましたね。ようこそウィニングイレブンへ。よろしくお願いします。よし、行きましょう。すごい、行きましょう。よし、はい、人生初ゴールをゲット。英徳、半端ないって。田中さんと協力プレーすることで得点チャンスが増えてきた。あ、いいですね、いいですよ、いいですよ。下から今から行きますね、はい、ください。いいですね、下に投げます。はい、はい、ください。はい、さあメッシ、ゴール前まで行ってもらっていいですか。はい、右サイド上がっていきます。行きますよ、はい、上げます、はい、ボールが上がる。あ、惜しい。ごめんなさい。惜しかった惜しかった。次気持ち切り替えて、シュートシュートシュート。あー、パスだったそれパスだった。いや、じゃあ気持ち切り替えサッカーで大事なのに切り替えやから。全然終わった。ちょっとシュートのボタンとパスのボタン間違えました。キーパーにパス出してしまいましたね、相手のね。すいません。よし、行きますよ。行きましょう。行きましょう。では、後半戦、はい、もう1点取ってもらいましょう。わかりました。はい、お願いします。目標は2点取って。2点取ることで。はい、わかりました。貪欲に2点目を目指す英徳。後半戦は CM の後。はい、参って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 。
あーごめん、ガスがずれた、バーン、息が合わんの。鹿児島ユナイテッドカフェの田中さんと協力プレーで V レ2019に挑戦する英徳、前半になんと初ゴールをゲット、2点目を目指す後半戦です。難しい急にもう訳が分からなくなってきちゃった。じゃあもう一回、もう一回センタリングのパターンやりましょうか、はい、やっぱね、真ん中の方は相手も守備が硬いんですよ。だからサイドの方から崩してセンタリング上げると、まあ比較的点が取りやすいんです。これはまあ現実のサッカーもそうなんですけど、いきますよ、センタリング上げますよ、ゴール前行っておいてください。切り替えて、切り替えて、あの L1 をして使う選手切り替えて上げます。はい、打て、はい、完璧だ。今の完璧でしたね。タイミングが、タイミングが良かった。すごい、来て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 、田中さんからのパスを、待って待って待って、どーん、うわーちょっとサイドからも見せてほしい。次こっちの角度、ここだから、そうそうそう、ゴール前で待って待ってからの、どーん、うわー、あー素晴らしい。いや、すごい楽しい決まると楽しいな。楽しいですね。はい、じゃあこのままちょっと残りね、今2対0まで来ましたから、はい、0点に抑えれるように頑張りましょう。バルセロナとしては非常に大きな得点ですね。無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。サラー抜ける、抜けてくる、出しますよ、はい、ください、いい、出しますよ、じゃあセンタリング僕に上げてください。まるで、まるで、まるで、まるや、まるや、まあ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 、ゴールの気持ちよさも体感していただきました。体感しました。しかも田中さんがパス上げて、私が決め、私に決めさせてくれるっていうね。いや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 、えとくさん、ウイレが盛り上がっていると聞きつけ、さらにもう一人やってきた。ちょっとパリサンジェルマンのマフラーも捨てやってきました。気合十分です。初めてです、すいません。しかしこの後スタッフがとんでもないミスをしてしまう。えとくさん、え、こんにちは。あー、ハナッティ、わかりましたか。びっくりした。お邪魔します。びっくりした。よろしくお願いします。お願いします。やってきたのは山口アナウンサー。実は大のゲーム好き。毎週土曜日放送のラジオ番組青田よさくちゃんではこんなことを言っていました。あとはキングダムハーツ1、大好きです。はい、なんすか、大好きです。そう、ハズキルーペンみたいな勢いで、本当にキングダムハーツ大好き。できる、この CM も来たら絶対やります。私、エイトクさんとできます。エイトクさんも大好きなんですよね。あ、そうなの。すごく盛り上がりました、キングダムハーツ話で。さあ、はい、この間ね、キングダムハーツの話とかもね、持ってきましたよ、エイトクさん。ほらすごい、持ってきました。鹿児島に持ってきてる分だけなんですけど、まだたくさん実家に置いてるんですけど、キングダムハーツシリーズも持ってきました。本物が来た。サッカーって聞いていたので、ちょっとパリサンジェルマンのマフラーもしてやってきました。気合十分です、初心者ですけど。すごい、よろしくお願いします。パリサンジェルマン大好きで、もともとはズラタン・イブラヒモビッチが大好きだったので、はいはいはい、すごい、全然知らない、ごめんなさいね。今すごく有名な選手がいるんですけど、ご存知ですか。私もそんなに詳しくはないんですけど、ただきっとご存知な。わかるわかる、あの人ですよね、はい、あの5文字の。そうですね、あ、ですね、はい、すごい、はい、5文字の、ね、すごいすごい、ね、ねから始まるね。そうです、そうです、すごい、ご存知ですね。言ってくださいよ、ゆうとくさん。ネイマールね。あ、すごい、すごい、知ってました。奇跡だったんですか。知ってると思いました。奇跡になった。今めっちゃ知ってます。大丈夫ですか。
今アメリカでやってます。はい、イケメンなんですよ。なのでぜひチェックなさってください。分かった、はい、身長が190ぐらい。そんな大きいんですか。ご家族思いなんですよ、はい、テコンドーやってたんですよ。あ、そうです、そうなんですって。じゃあ後でゆっくり。あのゴール決めた後脱いだかったり。あれ最高でしたよね。かっこいい、ね、ですね。ウィーでしましょう。はじめまして、よろしくお願いします。ちょっと話が脱線したけど、本題のウイーレに。国体のルールは3人1チーム、それに合わせて3人で同じチームを使う協力プレーをすることに。ところがここでスタッフが信じられないミスを犯す。プレステ4の本体でできるゲームプレイの録画をしたかったのに、操作に慣れないスタッフはボタンを押し間違って録画に失敗していたのだ。視聴者の皆さん、申し訳ございません。ここからはプレイ映像を想像しながらご覧ください。じゃあ行きますね。あ、はいはい、わかりました。赤三角、はい、打っちゃい、ここまでいったら打っちゃい、あー、終了、0対0ですね。大丈夫。ちょっといいですか。はい。どうですか。なんかまとまりがなくないですか。あ、キャプテンを決めましょう。おお、すごい。エドさん。ですよ。エドさん、キャプテンとして、すごい、あの指示を。これ持ってるんですか。私物？私物。では後半戦いきますね。はい。よし。よし、抜けた。いけ。センターリング。ナイスキャプテン。スアレスがゴールを決めました。奇跡的に得点シーンのリプレイは撮影していた。おー、かっこいい。やります。ありがとうございます。やっぱ楽しい。人数増えても楽しい。楽しいね。まあでも今日学んだことはですね、でまた経験積み重ねていけばいけるような気がします。MBC から国体選手が生まれますから楽しみにしててください。いや、ほんまかな。さあこちらですね。次回は天文館で開かれたレトロゲーム市に突入。昭和感がプンプン漂う懐かしのおもちゃやゲームがいっぱい。お楽しみに。